こんにちは、ネルソーラです。今回はアセンションというゲームを紹介しようと思います。こちらはデッキビルディングゲームというジャンルのゲームです。実際にちょっとプレイしていきながらそのゲームを紹介していこうかなと思います。で、このゲームですね、もともとドミニオンというですねゲームがありまして、それがそのデッキビルディングっていうゲームのジャンルを作ったゲームですね。で、どういうゲームかというと、いわゆるトレーディングカードゲームのようなデッキを作るようなゲームと、一般的なボードゲームの要素を組み合わせた内容になってます。基本的にそのトレーディングカードゲームって自分でデッキを構築してじゃあ対戦しましょうみたいな感じになります。で、ボードゲームって基本的にはその事前準備なしに、みんな同じ状態でプレイを始めるみたいなのが一般的なんですね。なので、このデッキビルディングっていうのはその2つを組み合わせた、つまり、全員初期の手札は一緒なんですよ。ギャザーっていうところのマナに当たるカードが7枚と、あと、このアセンションでは敵を攻撃するカードが3枚入ってます。それが初期手札。初期デッキですね。で、そこに、この、例えばこれはマナを、得るカードなんですけど、5枚あるんで5マナ得ることができましたと。で、5マナ使ってこの場のカードを、ゲットします。これ捨て札に行くんですけど、で、カードが一周すると手札なくなってデッキもなくなると捨て札をシャッフルしてまた山札にすると、デッキにする、山札にすると、そうするとそれがデッキになっていくと。で、そうやって自分でデッキを構築していくんですね、実際プレイしながらっていうジャンルのゲームですね。で、これが爆流行りしまして、ドミニオンはもう社会現象と言ったらちょっと多分一般的な人はあまり知らないのかもしれないですけど、少なくともドミニオンはでも結構知ってる人いるかもしれないですね。そのぐらいこう爆流行りした、私もめちゃくちゃプレイして、もともとリアルなボードゲームなんですけど、そのリアルなボードゲームでも、そのドミニオンっていうもの自体本体と、あと拡張版っていうのが出てるんで、拡張版も買ってますし、あとアプリも一時期リリースされていたんで、そのアプリも、あれは無料でプレイできるんだな。はい。とか、それもプレイしてましたし、あと一応 PC でも有志が、有志というか個人の方が作ったやつがドミニオンのアプリがリリースするまではプレイできますよって公認でやってたりと、そのぐらいこう人気のあるゲームでした。最近あんま聞かないんですけど、で、アセンションはその流れを組む、そのデッキビルディングっていう新しいジャンルのゲームの一つですね。はい。で、実際ちょっとプレイしていきましょう。今5マナあるんで場のカード取っていこうと思います。で、このカードは、で、アセンション英語なんですけど、これ、ギャザとかを英語でやってる人だったら、ほとんど困んないレベルの、英語になってます。これは1枚捨てて2枚引くって感じですね。で、これは2マナ得るよっていうやつですね。で、もうやることなくなったらエンドというターン。違った。マナが8枚か。攻撃が2枚でしたね。すいません。で、攻撃、この白がマナで赤が攻撃なんですけど、これ、モンスターなんですけど、これ倒すと、リワード星1ってなってますが、これ倒すと1点もらえるんですよ。で、この1点っていうのが今、
上に59点になってるんですが、さっき60で、ここから1点入ります。この60が全部なくなったらゲーム終了。その時に一番まあ星を集めてた人が勝ちっていう感じですね。で、星はこんな風にモンスターを倒してもゲットできますし、あと、例えば、あ、プレイオールか。これもね、こうして、このカードとかだと、左下に星4とあるんですが、このカード自体にも点数がついてると。で、合計点で、まあ、最も多い人が勝利するっていう感じですね。しまったな。ちょっとミスっちゃったかもしれない。まあいいや。ほいっと。いやー、これは参ったな。まあ、プレイスタイル。まあまあ、2パターンで、まあ、モンスターたくさん倒して点数を稼ぐか、いいアイテムをゲットするか、そんな感じですかね。いやー、ちょっと良くないな。まあでもいいか。これ今、コンピューター戦ですね。はい。まあ、カードが増えると、まあ、その分、ランダム要素も増えていくので、まあ、一概にいいとも言い切れないんですけど、やることがあまりない。ちょっと場がマナの数が多いかな、多いね。あ、でも倒してくれましたね。はい、さて7。ああ、これゲットしましょう。それ今のやつは出てきたらちょっと紹介します。やばい、いいカードが出てきたぞ。これはですね、こいつがいいんですよ。これカード2枚引いてバニッシャーカードインヨーハンドなんで、手札のカードを、まあ、消去するって言い方ですけど、うん、なくすってやつです。地味に効いてくるんで、今あっち15点でこっち2点なんで全然負けてるんですけど、どうしようかな。マナ1手に入れるか、ドローカードにするか。ドローカードかな。あー、これ使えん、まあ、しょうがない。5マナある。これはなんだ。あー、こっちは。あー、これもよくいいな。いや、でもちょっとこっちかな、とりあえず。さて8マナあるんでね、どうしようか。
よし、これ悪くないな。こっちは。ああ、これだな。いやー、まだまだ全然負けてますが、これはもうカードを捨てて、カード引く。また8来たんで、どうしようかな。これは何だ。あー、これも悪くないな。あー、これにしようかな。とりあえずちょっと点数負けてるんで、ちょっと手札の点数を上げていこう。で、これ2枚引いて1枚バニッシュする。こいつかな。さて、8なんて、あ、これいい。これをゲットしましょう。これもゲットしましょう。で、ようやくこのゲームのまた追加というか、基本的な要素が出てきたんですが、この茶色いやつはこんな感じで、ここに置くカードになります。で、エンチャントみたいな感じですね。これはまあアイテムもあれば、そういう本当にこういうエンチャントみたいなカードもあるので、まあいろいろと。いい効果が得られます。こっから逆転できるのかな、これ。はい、今1マナ入りました。これもワンスパーターン3入るんで、かなりでかい。で、これかな、8でしょ。うん、もうどうしようもない。ほいっと、これで一気に、どいつ倒そうかな。こいつはどんな子かな。有名バニッシュカードイン。ああ。ダッシュボードパイルか。まあ、とりあえずこいつかな。うわあ。でも、引いちゃう？これでいけてる。どうしようかな。これいいかな。これ1個と、
どうしようかな。この攻撃をゲットしようかな。これもゲットしとこう。ああ、食べるね。で、いってる。はい。あ、でもこれ、あれか。もしかして、自分でユーズしないといけないのかな。まあいいや、ちょっと、次のターン試そう。使うとどうなる。あ、使わなきゃダメだったんだ。まあいいや。まあ、細かいことは、気にせず。ほいっと。ほいっと。さて、どうしよっかな。これかな。これかな。あとは。これをカードをゲットするのかな。か。もうちょっと終盤なんで、1点でも多くゲットすることを考えましょうか。なぁ。やだなぁ。今の相手のカードの効果で、こっちのコンストラクトを破壊するという、破壊というかそのディスカード墓場に持ってくってやつですね。さてこいつなんだ。 If your opponent has more than、 あーデストロイか。こっちは、うん、どうしようかな。6だからな。どの道合いならこっちの方がいいか。で、残りこれ、あとこれかな。いやー、まあなんだろう、そのコンボ的な感じでこのカードどんどん引いて、どん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 強くしていくというか、それがまあ楽しいゲームではありますね。これ買ってんのかな。7か。7か。あとはもうちょっと点数。4で3か。あら、とりあえずこれ3点ゲットして、これでエンドかな。ということで、今ゲームが終わったんですけど、私が96点で相手のコンピューターが72点ですね。手札の、手札というかデッキの星、この下の星の点数が65点。で、星普通にモンスターとか倒してゲットしたのは31点。相手は36、36っていう感じですね。は
という感じで、今みたいな感じで、まあカードあのカードを取ってきながら自分のデッキを構築していって、まあ、点数を競うと。でこのゲームですね、オンラインでも対戦できます。で、今オンラインつないでますけども、ファインドゲームすると、まあいっぱいあります。でプレイヤー人数が2から4まで。で、デイ、ワンデイ以下、17デイズ、14デイズって書いてあるんですけど、このゲームですね、持ち時間を、その、何日とかできるんですよ。その辺が、それこのゲームの、まあ、このアセンションのアプリの面白いところかなと思うんですけど、友達とプレイするときに、いやーお互い時間なくてなーみたいなときにですね、この多分14デイズとかっていうやり方もあります。だから1週間とか2週間とかかけて対戦すると。で単性なので、でなおかつまあ自分のターンが終わったら相手のターンになって相手の時間が減っていくんですけど、まあさすがに14日もあると、まあ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 、1週間かけてプレイするんだったら多分余裕で終わると思いますね。これ、知らない人とやると、まあ放置される可能性もあるんで、ちょっとそこは難しいところなんですけど、でもその、なんでしょうね。まあ最初の頃はちょいちょいすぐポンポンポンって進むと思うんですけど、やっぱ中盤以降いろいろ考えるところも出てくるんで、そういう意味でまあこうじっくり考えてプレイしたい人には向いてるかなっていう気がします。はい、日数これちょっと多いのは多分いろんなゲームの中でもあんまないかなって思うんですよね。うん、それがまあとてもいいところ。あとオフラインでちょっとクリエイターゲームしますけど、この中央にセレクトエクスパンションと書いてあるんですけど、エクスパンション図かな。これが、まあ、拡張って意味なんですけど、拡張の数がめちゃくちゃ多いです。私はこの、1、2、3、4つと、あとプロも1、2っていうのを買ってるんですけど、まあこんな感じで、まあいろいろと、あるんですよ。で値段もそんなに高くないん でそれぞれごとにまあいろんな特徴があるという感じですね。でまだ私ちょっと最初の3つの拡張しか買ってない。これ久しぶりに今プレイしたんで、まあ、ちょっとこんな時期だからこそオンラインで対戦できるゲームっていうのはいいかなと。で、そのテクニカルな、まあ、例えばそのいわゆるモバとか PUBG とか、まあ、PUBG はよりそうですけど、まあ、すごいプレイしてる人にはなかなかその テクニックで勝てないっていうゲームって結構いっぱいあると思うんですけど、多分このアセンションとか、例えばカルカソンとか、ちょっと前に紹介した、チケットトゥライドとかっていうボードゲーム系って頭使えばいいのでテクニックがいらないんですよね。そうです。モバとかだとやっぱ相当テクニック鍛えてないと上の方行っても勝てないんですよね。あとまあ基本的にモバとかチーム戦なんでチーム組んでるとこでも基本的に勝てないんですよ。あと、まあ、PBG とかも、やっぱりエイムとか含めて上手い人には勝てないので、相当やり込んでないと。ですね。で、そういうのが、ああいうのはまだ、私はどっちかっていうと、たしなむ程度で楽しむ。わーいって楽しむ感じで、
そのかなり頑張ってもやっぱ限界が見えちゃう、限界っていうか、まあそうですね、もうどうしようもなく蹂躙されることがあると。なんで、まあ、あっちはもう完全に個人的な楽しみとしてプレイする。でこっちの、はい、こういうボードゲーム系って結構ガチでやってもやれるというかですね、はい、これランキングとかあとかな、わかんないけどまあでも友達とプレイするときもガチでプレイできるゲームだとは思うんで、TCG トレーディングカードゲームとかやってる方にはかなりおすすめですね。でトレーディングカードゲームってもうお金がめちゃくちゃかかるんですよ。それに比べると、まあ、こっちは経済的。これアプリ版なんでちょっとこの値段なんですけど、実際の、リアル版はもっと高いんですよ。多分本体とかも多分5000円ぐらいするのかな、今売ってるかどうかわかんないですけど、まあ、拡張版もでも3000円とか5000円とかするんですけど、でも逆に言えばそれで遊び尽くせるんで、まあ、そこは大きいとこかなって思います。トレーディングカードゲームって正直再現がないので、このゲームは一回買ってしまえばまあすぐ遊びますし、アプリだと今度300円とか400円で一つの拡張を買えるんで、で拡張も一個だけだとまあそれとベースのものだけで、ベースのものだけ拡張だけって遊び方と3パターンぐらいで、拡張がもう一個増えると組み合わせがどんどん増えてくるんですよ。なのでそのまあ遊び方は無限大というのは言い過ぎかもしれないですけど、まあでもそのぐらいの今何個くらいだろう、ちょっと組み合わせで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個、なんで12の12、11、まあどのぐらいだ、ちょっと単純に計算できないんですけど、多分数千とか普通に組み合わせがあると思うんで、まあそういう遊び方もできるかなと。であとそのあとっていうか、ドミニオンってゲームも、まあ、同じような感じで、まあいろんな組み合わせで遊べるのが面白いところなので、このゲームもいろんな拡張を、まあ、いくつか買って組み合わせて遊ぶのがいいかなと思います。で確かもう本体のアプリ自体は無料だった気がするので、遊びやすいっていうのも遊び始めやすい特徴だと思います。まあ、ぜひちょっとこんな時期なので興味ある方遊んでみてはいかがでしょうか。それではまた。